ね、コールでね、そのうちの一部を自分たちが取ってるわけだ。かって重戦でも同じことやったんだよ、民家はね。ずるいよ、そういう意味じゃな。消費者金融に手出してるからね、なんか格好悪いと、格好悪くないんだよ、本当はね。ただ、今のになって大変な高いコールでね、取り立て会場に厳しいとか、いろんな批判もあるけれどもね、そういうことが一定の役割を果たしてあるんであれば、資金供給してそこにやらせるのは自分の、自分のところがやればいいんだよ。そうでしょ。だからそこが経営おかしくなったら、まず自分のところが三井住友としても三菱にしてもね、そういうところがまず私は面倒見たりとか、資金供給してるところか。もうすでに子会社2つですね、あのトミスとか、あってますし、今の状況の暴れだしとですね、メガバンクもそれを投げ出しちゃうと。っていうか自分たちがさ、それ使って荒ら稼ぎしておいてさ、一般の融資であんまりね、利益が取れんからさ、そういうところにね、やらして、稼ぐときは稼いでおいてね、やらなくなったら捨てちゃうという、まあ、自分の会社だから、自分が、ね、自由にするの勝手だということかもしらんけどもね、何度も言ってるよね、日本の金融機関というのは、社会的責任というのを、ね、しっかりと考えないとダメですよね、いろんな意味で。だからそういう消費者金融との関係でもやはりそうした社会的責任というのをね、そういう覚悟がないでね、手出しちゃいませんよ。逆に言うと大塚さん、ね、そんなね、覚悟がないといけませんよ。ある意味リスクが高いから。でしょ。明快な話でよく分かりますね。Jキャストニュースのためますと申します。何？Jキャストニュース。Jキャスト。はい、インターネットの。ああ、Jキャスト。今インターネット時代だね。昨日の鳩山首相の、会見と、あとそれに関する報道について、どのようにお考えされるか。この下の、ね、記者会見でも僕は言ってきたんだけどね、みんなそれぞれ、ね、一生雇うのを、ね、採用するときに、選んで採用してるんですよ、ね、仕事ができるだけじゃなくて人間的にもしっかりしてるかどうか、ね、その無用師匠をね、全幅の信頼を置かないでね、政治家は仕事はできない。そこに どこかそういうこと言うのか、そうだよ、あんな顔してるけどね、繊細に神経してね、細かい仕事をやってくれるんですよ。あんまり細かい仕事をやるように見えないでしょ。やっぱり少子に対する政治家に毎朝やってるんですよ。カリカリとかしょ、このこんなことやっててさ、政治家仕事できる？できませんよ。俺だって何億の金集めてるんだから。俺ちだって金なんかみんな苦労してさ、うちは、第一条からもらってませんよ。ゼネコンなんかに調べてる、建設大臣、運輸大臣ね、政調会ゼネコンからもうちなんかもらってませんよ、ね、だからやったわけじゃないけどね、ダムだろうがなんだろう、バス大阪公共地のね、223ね、政調会長28選挙ですよ、私聞いたらさ、あーって仕事だ、総理から命令されたわけでもないな、ね、しがらみないからやったと言われるな、しがらみがあったって俺やっちゃうね、やっちゃうけどもね、それはね、秘書なんで、そういうことを全部だ、うちなんかのやってるのはね、じゃあね、お前いくら政治家集めてた、どっからか、その会社大丈夫か、背後に誰かいねえか、そんなことまでいちいちですね、小沢にも言えることですよ、これは小沢の例の西松の件について批判されてるけどね、総務省にさ、ね、届けた政治団体からね、もらってちゃんと政治金規制法の通りに処理してるわけだから、だから小沢たちは何が悪いって言って、ね、その政治団体がどうだこうだまでね、そんな調査する調査機関までね、政治家に雇えるかって、雇えないよ、そんなこと。俺はでっかい調査機関持ってるけどね、あんな方たちのそこぐらいすぐしゃべりになっちゃうけどね、持ってるけどね、ねえ、できないでしょ、現実問題。鳩山そうだってそうですよ、親の代からのあれでしょ、一生もあるでしょ、全面的信頼を得てんだから、いちいちのどうだどうだ、うちをこれは この献金者ずっとやってきてくれてるけど、どういう人だこれ、ね、これどこの人だ、そんなこと
チェックできますか、そういうね、できないことをね、国民はね、求めちゃいかんのですか、インターネットでいろいろと結構、ね、だから、総理に対しても同じ、加盟するから出してもらえることだよ、俺ができないことを求めてもらっても困るんですよ、そうですよ、俺は先生のクレーンに集めて、クレーンに使う、それが鳩山さんにしたってさ、もう信頼さんに任せてるんだからね、それがああいうことをやっちゃうんだって、それともう一つ、ね、今の政治資金規正法なんていうのはね、テクニカルすぎますよ、改正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 ですよ、あなたたち分かる、今の政治資金規正法の中で、ね、一つに矛盾を渡しましょうか、ね、法律できてる、守りますよ、守るけどもな、ねえ、自分に政治献金をしてくれた人が、ね、自分の献金した金を、ね、加盟するかがどう使ったか、1円まで領収書出せ、領収書を出せてもらう、出したらいいと思うんですよ、ね、政治献金をした人がそうおっしゃるんだ、それ今度の政治献金規制法の改正、来年からが成功じゃない、それではね、俺政治献金したくしてもない人がさ、ね、他の人がした政治献金について俺は使ってるのについてね、1円まで領収請求を ね見せろ、地味やってますか、ね、そういうことをやることが、ね、政治を、ね、加盟するかの政治、ね、資金の使い方をねきれいにすることなんですか、全然違う、あなたたちでしょ、国を領収書を出せないかんね、こうあのいろんな取材、そういう立場の人もいるでしょう、あなたたち全部もうね、その1円までのね取材費の領収書を作って出せますか、あと上でも言ってね、あの安武さん、さっきの記者だけど俺言ったらこれ出せるかい、ね、出せ、現実は出せないはずですよ、こんなことね、だからじゃあ未然の切手ってことをやるのかと記者はね、だからね、自分たちでもうできないことまで政治家に求めるなって、ね、それはでも自分ができないくせにさ、政治家に対してそこでバーッと果てはそういうの場合だってね、そんな俺なんかみたいに貧乏な、まあ今はまあ金集まるからそんな貧乏でもないけどねないけどもなでもさ、ね、そんなね、果てはそういうのはね、もう羨ましいよな、ね、そんなお母さんが愛情をあげるお母さんにね、と思って金額でやっぱり1ヶ月1500万とかですね、まあ、普通の人からそう信じられる、あのそんなに大きいのはなんで分からなかった1500万って言ったら俺だって1500万以上使ってんじゃないか政治家って俺が使ってるわけじゃないか、秘書も使ってるし、さあ事務所でそれぐらいかかる、なんで使ってるの1500円ぐらいそうそう、ご来客なんで最後あの1人あと一人ちょっと答えならなかった。じゃあ女性を指名していただいて最後にしていただければ。はい、決断ポトフの空のこと佐藤と思います。決断ポトフの空のこと佐藤と申します。現在インターネットで生放送させていただいていて、その中の視聴者からの質問です。このデフレの状況の中で補正予算の効果はいつ頃現れるとお考えですか。補正予算は議決されるのが1月ですからね。1月の通常国会で議決されるわけですから、早く執行するようにね、急いで執行するようにということで気合い入れますけどね、期待していただいてると思いますけどね、大丈夫、あのインターネット見てる方にちょっと手振っていただけるとすいません、今日ちょっともう大逆転来てるんでこれで終わらせていただきます、どうもすいません、ご協力ありがとうございます。